こんにちは、皆さん元気でしたか？すっごい久しぶりだからもうカメラを自分に向けるのも恥ずかしい。
今夜の9時45分でございます。皆さんこんばんみ、お元気でしたか？なんかね、とりあえず飲もう、とりあえず飲みましょう。これはコストコで買ったものですが、あのスパークリングウォーターあるじゃない、あれにアルコールが入ってる感じなの。まあ本当そうなんだよ、本当そうなの。本当にそのスパークリングウォーターにちょっとナチュラルフレーバーの、まあ、これだったらブルーベリーとアサイが入ってて、でアルコールが 5% 入ってるんだって。これ結構私はさっぱりしてて好き。うん、だからカロリーも100カロリーだし、なのでちょっとこれを飲みながら皆さん近況報告だったりなんだり話そうじゃないかっていうあのことなんですけどね。だからこうやって今カメラセットしたんだけど、今日土曜日なのよ。で昼間は私のお友達の琴音さんっていう人と、あのビデオにね映ってたと思うけど、彼女とまあ遊んでさ半日、うん、散々一緒に遊んで買い物して喋りたくって、いい行きたいとこ行ってっていうのをやっててね。で私はその後H マートっていう韓国のスーパーに寄ってで帰ってきたのね。でまあ、そこからまたさ主婦やってで今に至るんだけど、やっぱりあのママがさ一日家にいないってなるとやっぱリズム崩れたりとかね、あのお父さん流のあれになるとやっぱり普段のあれ、普段の生活とまたちょっと違くなるから、子供たちは昼寝をしてなくてですね、まあ、昼寝してるのは一番下のエリソンぐらいなんだけど、エリソンは昼寝をずっと今日はしなかったのね、2歳になったんだけど。だから、まあ、結構普段に比べては寝るのが早くって、で、まあ、まあ今このまま寝てくれてるのね、キャミはまだ起きてるんだけど。で今さ外うるさいじゃない、聞こえるかな。これはうちのネイバーがみんな外でパーティーしてるのそうそう、ハードコアなパーティーピーポーたちが外で今パーティーをしてるんだわ。でね、まあ、ちょっとうるさいかもしれないんだけど、ちょっとあの皆さんも飲んでね、なんか昼間だったらコーヒーでもいいしお茶でもいいし何でもいいんだけど、ちょっとまったりしたいから OK。 で私今までカメラの前でお酒飲んだりしたことあったかな、ワインとか飲んでたかことあったかあったけど、なんかこういう感じで飲みながらベラベラ喋るなんてやったことないから、うん、まあでもね今ぐらいしかこうやって座って喋る時間がなかったの、一日の中でね。だからまあ同時にやるぜ全部。ということで皆さん元気でしたか？私またMIA ね、ミッシングインアクションにまたなりまして、一番最後に上げたビデオが5月の頭だったのね。で今がもう6月の最後の週とかだから約2ヶ月ぐらいよ。また私ってそうよね、波があるよね。なんかさバーッといきなりもう大体結構私がビデオを上げなくなるってなるのは、結構その家のさ子供がもう忙しくなっちゃって、家事が忙しくなってとか、もうそれで集中できないね、自分の器にいろんなものがありすぎちゃうと、もう私はコントロールできなくなるから、何かを切り捨てなきゃいけないってなると、まずほら花火が上がってるし今花火とかも上がるわけなんだけど、まあ、とりあえず切り捨てなきゃいけないってなると、まず私は YouTube 切り捨てるのね。 YouTube 結構大きいから、でちょっと横に置いといてってやって、でその間にあの集中することしてっていう感じになるんですよ。だから大体結構今時期がこのすげえね忙しくなっちゃったのは、引っ越してきたじゃない、私この家買って引っ越してきて、で引っ越したての家もさ、今こうやってここで窓なんだけど、見れば分かると思うんだけど、これ紙ね、紙、まあ、そういう専用のやつにも載ってるんだけど、買ってきた家も窓とかにさ、そういうなんていうのブラインドって
そう、ブラインドとか何もついてない状況なのね、だったわけ、引っ越してきた時で、そういうのとかもさ、そうだし、電気もついてなかったし、そうそう、だからね、結構引っ越してきてきたからは引っ越してきてからは、うん、週末になって旦那がお休みの時はその旦那と旦那 の、あの職場の人とか来てくれて電気つけたりだの、これやったりだのねってやってて、で、もう間もなく夏休みが始まりましたよ、子供の夏休みが始まりの、なんかもうすごいそんな感じだったね。で、私の器はそんなにあのホールドできないんで、それとりあえず、まあ、YouTube を置いとけって言ってやってたのよ。そうでですね、まあ、家もなんだかんだ、まあ、電気もついたし、まあ、生活心地よく生活できるようにはなってきたの、まあ、こう今もこれペーパーだけどさ、これとかもあのなんかなんだろうかな、こう見通しがついたりとかもして、これもなんか初めはどうする、何をつけるから始まってさ、じゃあ見積もり来てもらいましょう業者にっつって見積もり来てもらったらめちゃくちゃ高かったとかで、あ、じゃあどうするか、他の会社頼むかとかさ、それも時間かかるじゃん、調べたりとかして、で見積もりもいちいち来てもらってさ、予定合わせて来てもらっていくらぐらいね、全部窓の長さ全部測ってさ、で、あ、じゃあ全体的にこれぐらいかかりますねみたいになってとかさ、で、まあ、結局自分たちでやることにしたんだけど、そうだから私が全部あの窓のさ長さを調べて、でそのサイト、ブラインドのサイトでもうブラインド全部買ってみたいな、でそうそう、まあ、つけるってことにしてさ、まあ、だから全て結構なんかだんだん落ち着いてきたような状況なんですよ今。そうで、子供たちはまあ夏休み真っ最中なんだけど、今日お友達とね、出かけてきて、その1日結構満たされたわけ。なんかこう肉体的にも精神的にも結構疲れてたんだよ。まあほらコロナからずっと来てるじゃない。だからそれでさ結構疲れてたから、ちょっとこう家族は抜きで自分一人でこう、本当にそれこそ友達とか会ってこう充実した時間を過ごさなきゃ、そろそろななんかこうなんかなんだろう。なんかそういうのが必要な時期だったね、私。そうだからそれでさ、お友達と今日行ってきてすごいすごい充実してて、だからなんかビデオもすごく回す気になったんだよ。なんかずっとビデオも、ああ早くやりたいなやりたいなと思ったんだけど、常に家がうるさくってさ、こうやって喋ったりとかしたいのしたいんだけど、私喋るの面白いじゃない、いやそうこうやって喋ったりとかしたいんだけど、静かじゃないからさ、今外もうるさいじゃん。そうだから静かじゃないから全然時間が作れなくって、まあ、だから夜しかないんだよね、私は。私の場合は本当に夜しかないの。そうそういう感じなんですよ。でなんかね、私いろいろ心境の変化があったんですよ。それでOK、 じゃあ私がここ引っ越してきてバタバタ忙しくなったりとかして、でなんかもうほらコロナからずーっとずーっと家族と一緒にいてさ、自分の時間とかなくって、で無理やり作ろうと頑張ってみたいな、なんかそういうのとかいろいろねあって、なんかさこの今の時期になってかなりこうなんだろうかな、自分がなんかよく自分を見失ってたし、なんかストレスも感じてたし、なんかね多分考え時期だったんだと思う。で心境の変化があったんですよ最近。そうでね、なんかそれを酒飲みながらタラタラしゃべるから私ね、まあね、ハワイに引っ越してきて、でこう引っ越しとかが落ち着いて、こう生活が落ち着いて、ね、住むとこもしっかりあって、子供たちも学校に行ってしっかり落ち着いたら、とりあえず美容の専門学校に行こうと思ってたんですよ。そうなの、まだ諦めてないのよ。そうで私さ、ニュージャージー行った時に美容師の免許を取ったんですよね。美容師、あとニュージャージーの時は1200時間学校に行って、まあ、そういうのでそれがもう週で決められてる時間だから、その時間行って
でその後筆記と実技のテストを受けて受かったら美容師になれるってやつだったんだけど、それで全部1回でパスして美容師にあのなったんです。でその後すぐに美容師になってすぐにエリさんをお認識して、でそう、それでそれ生まれエリさんが生まれて3週間で今度旦那の仕事の関係でバージニアに引っ越してとか言って、でそこでまあなんか育児やって、まあ赤ちゃん小さいからね、母乳育児してとかさ、子供の学校を見つけたりとかするの結構大変だったりとかって、子供の見つけるっていうのもあの真ん中のね、うちの真ん中の子をその時2歳3歳とかそのぐらいね、そうとかさ、まあそれでまあちょっと週に何回か彼女を学校に行かせて、でエリソンを面倒見て、でキャメロンは学校に行ってみたいなっていう時に今度コロナだったじゃんでコロナになって、で旦那は仕事を失ったんですよね。でまあ失ったからなんだけど、その後に仕事を探して見つけたところがハワイだったわけで、ハワイはまあ夢のようにさ、なんか昔からよく、まあ、ハワイ行けたら住みたいねとかって言ってたところだったのね。そうだから、そのハワイに行くってなる寸前まで私は日本に帰ることを企画してたんだけど、すべてぶち壊れちゃってうまくいかなくって、そうで今ここに至るわけなんですよ。でね、でもあの結局州がいろいろ変わったけども、変わったところ先々でその美容師の免許は取る予定だったんですよ。っていうのもね、アメリカっていうのは州で全然法律が違うからさ、ニュージャージーで取ったライセンスを違う州で使えないんですよ。その時間が一緒で、そういうルールが一緒だったら違う州でも使えるんだけども、その州によって違うわけね。で、バージニアにいた時も書き換えなきゃと思ってたんだけど、そんなことしていられないような状況っていうか、まあ子供も小さかったし時間もなかったっていうのもあるし、あとコロナになったりとかで、バージニアにいた時なんて1年くらいしかいなかったから、そう、それでまあバタバタしてるような1年だったんですよ。そうね。でまあその時は書き換えできないっていうか、そのバージニア州の美容師の免許を取れなくって、でハワイになりました。でハワイは家も買ったし長く腰を据えるつもりでいるから、そうそれで美容の専門美容の免許をここでも書き換えなきゃっていう話になるじゃない。そう、まあ、ずっとそれは頭の中にあって、でハワイの美容師の場合は1800時間時間が必要なんですよね。で、私はニュージャージーとここだと600時間時間が足りないから、どうしなきゃいけないかっていうと、また専門学校に戻って足りない時間を学校行って、でその後テストを受けるんです。また実技と筆記をやってパスできたら晴れて美容師っていう感じなんですよね。で、それをこれから行くことにしました。8月に始まるんだけど、今その準備をしてて、で8月はね、そう学校の始まる時期なんだよね、ハワイは。8月がそう、5月から夏休みが始まって8月に学校が始まる時期なんだけど、そうだから、まあ、それに合わせてその私の行く専門学校も学校が始まるから、そうそれで行くことにしました皆さん。なんで、またちょっと学生生活とか勉強とかテストとか、やらなきゃいけないんだけど、長いさ、この先の人生見たらこんなんとってことないわけよね。600時間なんて、そうやらなきゃいけないだけだから、まあもう一回もう取ってるしね、1200時間やってるし、テストも受けてるから、なんかあんまりこう重くないんだけど、でも私がそのさ学校に行かなきゃいけない間はやっぱり下の2人は要は、ね、日本でいう幼稚園とか保育園とかだよね。アメリカだとプリースクールとかデイケアとか言うんだけど、預けないといけないから。でさ、やっぱりアメリカのね、
あのそういうのは高いのよね。高い安いところは特にハワイだともうウェイティングリストって言って、自分の順番来るまですごい時間がかかる。何ヶ月も待たなきゃいけなかったりとかね。だからやっぱり安いところって言っても別に教育はいいんだよ。いいんだけどそういう例えば教科がやっているからね値段が安かったりとかやっぱそういうところは人気だからね、ウェイティングリスト何ヶ月も待つとかさそういうのになってくんだけどもううちはそういうあれじゃないもう8月に始まるからそうなるとほらやっぱり払って行けるところ行けなさないといけないじゃない。そうそれでそうだからね、まあ、結局すごい投資になってくるんだけどこういうなんていうのかな学ぶことにお金をかけるっていうのは私たちそれをすごい信じてるからさ、だから8月からそう学校行くんすよ私で子供たちも下の2人も学校行ってで一番上も学校行ってっていう感じに、これからなっていくんですわね。またバタバタするんだけど、まあ、やるっきゃないから今のうちにやっておいてでねこっちの免許取っちゃえば私はもうあれですからエンドレスですから可能性が、まあ、正直な話そのまあちょっと家族とずっと一緒にいすぎちゃって正直な話疲れたっていうのもあるだから8月に始めたいっていうのもある。全然エディソン一番下のね2歳のエディソンがもうちょっと大きくなるまで待つこともできるけどでも今でもいい今のタイミングでいいんだと思うなっていうのもある。なんかイエスどっから話す。あのね私ちょっとまだやるって言ってやり終えてないやつがあってこんなさ中途半端なところでなんですけどこのやっぱり話の流れでやっぱなんかその話にたどり着くからあのさって言いまくりなんだけど私今から2個前のビデオだね。で、あとお家買ったって言ってさ、で、ハウスツアーをして、で、このビデオを上げるときに思ったのね。あ、多分家関係で質問がある人がいるかなと思ったっけ。で、それでビデオのところで、なんかその家に関して買うことに関して質問がある人とかはコメント残してくださいねみたいな。で、その Q&A のビデオ作れたら作りたいですって言って、で、その後さ、まあ、要はだからみんな、なんか聞きたいこととかあったら、残してねって言って、で、残してくれた人いるの。で、それのさ、答えをまだやってないのよね。で、このさ、バーって私がドワーって喋ってる間にやるのはちょっと良くないよね。ね、ずれるっしょ。ずれるじゃん。だからこれはこれです。これはこれで別のビデオでやった方がいいと思うんだけど、ちょっとね、なんか私がこれから話したいことと、このちょっと質問の答えが合ってるから、合ってるから、まあとりあえずなんかまあ、まあじゃあこのビデオ別に作るとして、ちょっと似た話をしますね。あのさ、どれだったかな、結構コメント残してくれたんだけどね、質問に関する、その家に対しての質問っていうのはあんまり量はなかったんだよ。コメントいっぱい残してくれる人がいっぱいいたんだけど、おめでとうございますとか言って、で、どれだったかな、コメントがね、63件も来てくれてるんだけど、ちょっとこのタイミングで見つけるのが難しい。ふんわり覚えてる感じの内容ね。で言うと、どうやって質問しようかな。あ、そう、この先、ハワイにお家を購入されたっていうことは、この先日本に帰ってくる予定はないんですかみたいな。で、聞いてくれた人がいたんだ。で、ほら、私さ、ハワイにこっちに引っ越してくるっていうのが決まる寸前まで日本に帰る予定だったから、全部さ、日本に帰ることを企画してて、あっちで何するかっていうのも全部決めてたのね。で、自分でビジネスやろうと思ってたから、もうその会社のロゴとかも作り始めてたわけよ。で、もう作り始めてての、まあコロナがあってってなって、そう、それ実現しなかったね。だからさ、その勢いをみんな知っているから、多分、あれだけね、日本に帰りたいって言ってて、日本でビジネスやるって意気込んでて、いきなりこういう状況になって、なんかその多分気持ちをどういうふうにこう、あれなんていうのかな、浄化させてるっていうか、
を整理つけてるのかなとか、多分そういうところなんだと思う。で、この先は日本に帰ってこないのかなとかさ、まあ、多分私のジャーニーを見てる人は思う人は思うんだと思うんだよね。そうで、あのね、ここの家、ここに家を買ったのはもともと、もう私と旦那はさ、あのお家を借りるっていうことがあんまりこう好きではないわけよね。で、まあ、要はさ、お家を借りるっていうことは、その毎月借りているお金が誰かに行ってるってことじゃんね。自分たちの稼いだお金が、自分たちが誰かのお家に住むことによって、そのお金がその誰かに行ってるってことじゃん。それだったら自分たちで家買って、自分たちの家に投資してってお金払い終わる方が頭いいでしょ。で、うちらはそういうふうにいつも考えてたんだけど、なかなかやっぱりその引っ越しが多かったりだとか、旦那が仕事を変えたりだとかで、全然旦那が仕事を変えることは私は OK なわけよ。自分のベターな、ね、あれになりたいわけだから、もしその気持ちがそっちに行くんであれば、全然私はそれでいいわけ。でもそれでやっぱり家族をひっくるめて引っ越しとかが結構多かったから、それでどうしてもなんていうのかな、腰を据えれなかったんだよね。それだから、そのやっぱり貸し屋っていうあのチョイスになってて、今まで家を借りてたわけで、毎回そのお金の話とかになると、もう毎月これだけのお金がその誰かさんに行ってて、まあ、自分たちは借りてるお部屋だからね、なんだけど誰かに行ってて、で自分たちは何も残らないかっていう、いうふうに話をしてたわけね。だからもうあの時点で、次どこか引っ越すときは絶対そこで家を買うって私たちは決めてたわけ。そうだから、ハワイに引っ越すって決まったときに、一番初めはやっぱり、土地勘もないし、ね、正直住み始めて好きか嫌いかもわからないじゃない、新しいとこだったから。だからとりあえず、まあ初めは貸し屋よね。そのコロナっていうのもあったから、いろんなルールもあったし、貸し屋からスタートが一番良かったのね。だから貸し屋にして、で貸し屋にして、だけどその借り引っ越してきてちょっと時間が経ってから、もう私たちは家を買うことを考えてたから、いろいろ探してたわけよね。でこれは別にそのハワイに引っ越してきてからハワイで家を買ったっていうんではなくって、私たちはいつでも家を買いたかったのね。そう、それは、日本に、もし私たちが日本に引っ越してた、あのタイミングで引っ越してたら日本でお家買ってたわけよ。だけどその場所がただハワイだったっていうだけで、もし例えばその旦那がさ、あのタイミングでハワイにお仕事を見つけてないで、フロリダとか違う州で家を、違う州で仕事を見つけてそっちに引っ越したとしても、そこで家を買ってたと思うのね。それほど私たちはそのもう貸し屋っていう あれが嫌だったんですよ。そうだから、そう、それで買うってことになったのね。私はまだ日本人的な考えがあるから、まあ長年かけてこう調節してきてる考え方をね、調節してきてるっていうのもあるんだけど、だから多分まあ日本以外、まあさ、要はね日本ってちょっとアップテンポな曲が流れ始めた。うちの旦那がさ、ちょっと行ってくるとか言って、今そのパーティーに関わりに行っちゃったんだけど、やばい、ダンスが始まった。オーマイガーやばい、ちょっと待って、まあいいや、それやって、それでとりあえずごめん話が飛んじゃった。90年代のままで踊りたくなっちゃうじゃん。これだよ。まあ、いや、ちょっと待って、オッケー、集中しないと。まあ、その貸し屋っていうのが嫌だったわけ。日本ってどこの国も、日本のだけなのかわからないんだけど、私が知っているのは、日本でさ、お家を買うとさ、今の時代どうなのかわかんないけど、今まではずっと日本ってお家を買うと、そのさ、家買ったところから家の価値がこう下がっていくじゃない。だからさ、家買って何年か経った時に、売る時にその買った時より値段を下げて売らなきゃいけなかったりとかするじゃないね。あんま詳しいことは分かんないけど、私がさっぱりとこうさらっと知ってるのがそういう感じね、イメージ的に。だけどこの私が住んでいるところで、私が知ってる限りでいくと、アメリカは大体、私の家とかアメリカだからって、でアメリカで土地とか家を買った場合っていうのは、大体値段が
買ったところから上がるわけよ。まあその経済のあれにも関係してくるんだけど、だいたい買って、まあそうだね、まあ時期によるね、その上がってるかっていうのは。でも特にハワイの場合は、もうこれから今買った状態の値段だとそこからも上がる一方っていう感じなわけ。だからね、私が知っているアメリカの場合っていうのは、そのさ、家を買うことを、投資として見てる人が多いわけ。投資。だから家を買ったからその場所に一生住むっていう、こう日本の考え、私は昔そういう考え方だったし、うちの親とか先祖さんもそういう感じだったと思うんだけど、一回家を買っちゃえばもうそこで一生住むっていう感じじゃんか。で自分たちのその下の年代がこうさ、そこを受け継ぐとかさ、そういう感じじゃない？だけど私が知っているこのアメリカの場合は、もう家はその一つの、そのなんていうのかな、投資として見るから、家をそこで買ったからといってそこに一生住むっていう感じではないのね。どっちかっていうと、この買ったからもうそれを商品として買ってすぐレンタルに出す人もいるし、だから自分の名前の下で買ったけど、それをそのままいきなりレンタルに出しちゃうね。だから自分は毎月その家の支払いを、そのレンタルをしてくれてる人からもらう、その家賃で支払うけどっていう風に投資をする人が多いわけ。だから本当に若いさ、20代とかでもうその仕事してるね、その仕事がちゃんとその買う、家を買うほどの、そのなんていうのかな、価値がある仕事をしてる人だとするじゃん。そしたら全然さ、若い年齢のその20代の前半とかでお家買っちゃう人とかもいっぱいいるわけ、投資としてね。もちろん住む目的で買う人もいるし、投資として買う人もいるしみたいな。だから私がさ、今まで知り合った人とかでさ、頭がいい人とかだと、30代のほら34歳とかそんぐらいでお家3つ持ってる人とかいたわけよ。それがあの大きいお家とかね、めっちゃでっかい大きいマンションみたいな感じのお家とかでもなくって、例えばそのアパートの一角を持ってる、何個か持ってるとかさ、そういう人といっぱいいたわけね。そうだから本当になんていうのかな、そういう感じで投資として見てるのよね。で私たちもどっちかっていうと、まあスターターホームとしてこの1個家を買いたかったんだよね。その子供たちをが小さいじゃんか、小さいうちに、まあいい、だから地域的にそのさ、子供がたくさん集まるような地域で、で地域もそのなんていうのかな、まあ、同じようなこと考えてる親だから、なんかこう子供をいい教育をさせたいし、でも子供たち安全な場所で子供たちを育てたいしっていう、同じようなことを考えている人たちが集まるところで、子育てもしっかりしたいし、で、そういうスターターホームが欲しかったわけよ。そう。それで、っていう感じで結局買うことになったんだよね。だから私たちは別にここに一生住むっていう感じで、購入したつもりではないんですよ。だから、この先日本に帰るかもしれないし、またもしかしたらここに何年か住んで、で例えば子供たちが 大学とか、まあ高校とか中学校とか行くタイミングで家を帰るかもしれないし、子供が大きくなったっていうんで、もうこの先は分からないんだけど、今のところはここ数年はっていう考え方ですね。でそれでか、そう購入したんです。だからその日本にはもう帰ってこないんですかっていう質問は、イエスとも言えないしノーとも言えないし、帰りたい、私は帰りたいなって思うし、で旦那も帰りたいって思ってるけど、この先はほら分からないじゃんか。だからまあそんな感じかな。だからそんな感じですね。ちょっとダメだ、そこに立ってんの、ちょっと。そう。How was the party? They gave me shots. Pokey. Pokey? They got Pokey and shots. Pokey or Pokey? Okay. Oh. Shots. I don't even know how they know my name. Party all the time. Party all the time. Party all the time. そう、何？
そうですからあのねそのハワイにできるんであれば長く住みたいのよ。ね、もう引っ越してきたし子供もここで子育てしたいしって思ってるんだけど、やっぱりお金かかるね。このここで生活するっていうのはお金がかかる。食べ物食費もかかるし、例えばこういうふうにさ、もうこれもあのカウチも買ったんだけど、こういうのとかもさ、シッピングかかったりとかね、なんか結構いろいろやっぱお金かかるのよ。やっぱアイランドだから、日本だからみんなわかるでしょ。なんか何買いたいにもシッピングかかったりとかさ、なんかするにもやっぱり輸入品だったりするとお金が倍かかったりとかするじゃない。それと一緒でハワイもそういう感じなんだよね。だからその今まで住んできた中でもコストオブリビングっていうの、その生活上でかかるお金っていうのがここは結構するから、高いなと思ってんだよね。でそれにプラスあの子供の学校なんだけど、結構こっち越してきてから聞く話だと、高校生になると結構その子供をメインランド、そのアメリカの本土の方のハイスクールに送ったりとか、私たちみたいな家庭、そのお母さんは日本人とかさ、あとはそのなんていうのかな、まあ、あの両親両方ともそのあのカップルで日本人の方とかも、まあ、そういう感じのカップルとのお子さんとかだったりとかすると、もう日本の、ハイスクール高校にもうそのまま引っ越しちゃうとかね、そういう結構その高校時代にな、高校の時期になると結構みんな学校選びを真剣に選んでメインランドに送ったりとか、その日本に帰ったりとか、そういう人結構いるみたいなの。その時期が来たらどうかなっていうのを思ってます。正直な話どうするかなっていうのを思ってるけど、やっぱり私はさ、母親としてね、今まで引っ越しも多くって、子供たちをいろんなところに転校させたから、すごい罪悪感もあって、こう一つのところに腰据えてお友達作ってほしいし、決まったところにこう通い続ける、学校もそうだしさ、あと習い事とかもやっぱり決まったところに何年も習い続けるからこそ、その教えてくれる人とかとのさ関係性、リレーションシップとかができて自分も上手になるわけじゃない、ね、特にさ、うちの一番上はずっと体操やってるんだけど、3歳ぐらいからやってんのね。だけどなかなかこうなんていうのかな、場所を変えることによって行かせてるんだけど、どうしてもね元に戻っちゃうんだよね。その初めのレベルに戻っちゃうわけ。そうだからやっぱりそこはちょっとなんていうの、自分の特技でもあるし彼ので、自分も上手になりたいと思ってるし、私もやっぱり彼が好きなの分かってるから、やっぱ決まったところに何年も通わせて、でそこの先生にさくっついて、でやってほしいなともいろいろ思ってるし、だからそういった意味でちょっとこう腰据えたいからね、今はそういうような状況で、ちょっと年季を見てます。そういう感じのなんか世界、未来予想図みたいなっていうのを、私と家族予想図みたいな感じか、そうっていうのをね、やっぱりやらないとダメじゃない。私は結構5年先のこととか10年先のことを考えて行動を今するべきだと思うタイプだから、思ってるから、今やってることが5年後に響くだろうなって思ってるし、そうだからさ、そういうの先を考えながら行動しなきゃだなって思ってるんだけど、そんな感じっすわ。そうなの。だからね、まあ家のこの Q&A はさ、また違うビデオでやろうね。で、なんかさっきうちの旦那がね、うちの玄関のすぐそこにさ、防犯カメラがあるんだけど、人が例えばこのね、家の中のポーチに入ってきたりとか、家の近くに来たりとかすると、そのカメラが起動するわけよ、ね、それが猫であろうとボールであろうと人間であろうと何でも起動するんだけど、それがさ、すっげーこのパーティーが始まってからガンガン起動してるらしくって、本当にさ、近所の子供が気づくとうちにいたりとかするわけよ。で遊んでんのね。
本当なんかここすごい子供が多いエリアだから、そう、それでな、あのうちにノックはしてこないけど、うちのポーチにまでボール投げてきたりとかしてるみたいなんだよ今。そう、こんな遅い時間でも全然子供遊んでるよ。遊んでる。そう、そんな感じですよ。そう、そんな感じなの皆さん。ね？わかる？あと、ヨガをやってるよ、私。ヨガをずっとやってる。1時間毎日やってて、毎日さ、みっちり1時間やってたわけ。あのね、自分のルーティンがあって、ヨガのね。で、それをみっちりやってると1時間経つんだよ。で、ちょっとそれを1時間あんまりかけなく、1時間、まあ、毎日それをしなくなったの、1時間みっちりっていうのを。その分、まあ2日に1回ぐらいだな、2日に1回ぐらい朝じっくり1時間やったりとか、でそれをあのしない日はその夕方に、ビーチヨガやってる人とかがいるのね。そうビーチヨガやってる、もうさインストラクターとかのライセンスも持ってて、でもそういうほらあのフィットネスクラブで教えてるとかさ、ヨガスタディオで教えてるとかじゃなくて個人でやってる人で、ヨガスあービーチでやってる人とかというの夕方行ったりとかさ、あとはもうそういうのしないでもうすごい体を動かしたいっていう時は走りに行ったりとか、YouTube でそのさ 20分の何 20 minutes workout とかやったりとかする感じでやってるんだけど、そんな感じですね。でだからね、なんかね、私すごいなんていうのかな、ハワイに来てからもっとヨガやるようになって、でね、なんかすごいその一時期毎日1時間がっつりやってた時とかすっごいどっぷり詰まりそうで、で、あずそうどっぷり詰まりそうっていうの、どっぷり浸りそう、何って感じで、でも私気づいたんだ、なんかね、私自分をまずヨガやり始めた時期っていうのは、もう10代の時だったんだけど、ダンスしてた時にダンススタジオのその、インストラクターがさ、エクササ、はじめその、要はなんていうのかな、その、ダンス始まる時って、例えば1時間半ぐらいのレッスンだったりすると、はじめの45分とかは、もうストレッチなのね、ずーっと、ウォークアウトとかストレッチなのよ。で、そのストレッチでこう、組み入れられてるのがヨガだったのね。で、そっからヨガに入ってたわけ、私は。だからそこでもう基本のヨガを知ってての、で、子供をキャメロン産んで、で、その時ね、あの基地ベースのハウジングに住んでたんだけど、そこのコミュニティセンターでやってた毎週週に2回とかヨガのクラスがあって、でそれに行き始めたわけで、そこではパワーヨガって言って、結構早いんだよ、あのリズムが早いヨガをやってたわけで、そこでまたどっぷりヨガに使ったんだけど、そう、それでヨガのそのやり方とかポーズとかをもう全部覚えて、全部じゃないけどね、そのクラスでやってたのは結構できるようになって、でまたそれで子供バンバン生まれてさ、で、まあ、いろんな人生があってとか言って、まあ、そこからまあ数年また経って、で今ハワイに来てまたじっくりヨガやってる感じなんだけど、要は全部自分のためにやってるのね。リラックスしたいとか自分の時間を持ちたいとか、なんていうのかな、その健康でいたいからエクササイズするっていうのもそうなんだけど、そのね、ハワイに来てヨガをまた、こうちょっと濃いめにやり始めて分かったんだけど、私そのさパワーヨガやってた時に結構その、いろいろポーズ的なものは学んだから、こうフィジカル的な部分ではこう例えばインストラクターの人はこれやってああやってこうやってってやってるの全部できるんだよ。できるし、自分でヨガやるときも自分で全部そのルーティン考えて流れを作ってやるっていうのはできるんだけど、そのさヨガのね、ヨガって超ディープなわけ。そのヨガの中身のだから、要はさメンタル的なものっていうのが私は全然自分で教育はできてないわけよ。例えばヨガっていうのはさ、瞑想をするためにやるものなんですよ。そのヨガをやる人によってその目的違うからなんだけど、そのどこから来たかってどういう基本的なところを掘り下げていくと瞑想するためにやるものなんだよね。そうで、そのこうさ複雑なポーズとか取るじゃん、こ
こういう感じだりとかやってる時も呼吸をこう集中して、でその中でも瞑想するっていういう感じなわけで、多分ほとんどの人がそれを難しくてできないと思うんだけど、もうポーズするので必死だと思うんだけど、もうそのさヨガのもうほんと超上のレベルの人とかいるじゃん、もう山に住んでる仙人みたいなっていう人はそういうのができるんだよ。そうで、私別にそれになりたいわけじゃないんだけど、そのなんだっけ、そう、そういうの、そういう要はさ、そうヨガってポーズとかそういうから私は入ってたけどね、エクササイズとして入ってたけど、奥を知っていくと超ディープで、なんかもうそれこそ太陽礼拝っていうのから始まってね、かな太陽に感謝してとか、そのお祈りみたいな感じでやってからとかで、そのさ一つ一つのポーズにもそのなんか始まり方とか息の吸い方とか、まあいろいろあるわけ。そうで、もっとそのディープな話になってくると、チャクラの話とかさ、第三の目とか、こういう指の持ち方とかにもなんかいろいろ意味があったりとか、そうするんだよ。そうで、そういう子がね、なんかだんだんちょっとなんつうのかな、そこが私は足りてないから、そこがすごいだんだん最近気になってきて、そうで、なんかほらすごいさ、夏休みでバンバン忙しくって、別に超忙しいわけじゃないわけね、子供が常に一緒にいて、まあ、だから子供にそのさアテンション上げて、助けが必要だったらヘルプして、で飯作ってさ、家掃除してさ、家事やってさってやるなるじゃない。でそうなるとさ、全然暇な時間あるんだよ、あるの。子供が昼寝してたりとか、子供が落ち着いてる時とかあるんだけど、そういった時にあれなんだよね、こういざ何ヨガのことを学ぶとかさ、そういう風に時間作れなかったわけ、使えなかったね。そうで、何が言ったんだろう、まあ要はさ、だからちょっとそのそういったところもなんか調べたいなって、なんかちょっと興味あるなって今思うし、そうだからね、もうこの間一層のことをインストラクターとのライセンス取っちゃえばいいんじゃないかなと思ったの。なんか400時間とかのさコースを取って、オンラインとかさ、まあ、行くのもとかもありだと思うんだけど、そしたらもうなんか結構私があのハワイで仲良くしてるお友達を言うようなインストラクターだから、彼女は日本のでも全国のか、あの公式のやつも取ったらしいんだけど、もうソロとかで全部そのさ学べるヨガのことなんだけど、まあ、要はつく先生によるんだよね、その教えてくれる先生によるらしいんだけどさ、なんかすごい気になる。だからとりあえずなんかヨガの本買って、なんかそういうなんか中身のことを知りたいなっていうの最近ちょっと興味がこう湧いてて、それにプラスその本当現実的なリアリティを言うと、あの美容師の免許も取りに行かなきゃなって、もうフィジカル的にそれも行ってやらなきゃいけないから、それで結構時間吸われるしなっても思うし、でちょっとこう余裕ができた時にそういうヨガのことを考えたりとかもしたいなとかも思うし、それでさ、そのなんかその夏休みが始まってまた花火してる、夏休みが始まって、でなんかすごい超忙しいわけでもないんだけど、でも自分の手はいっぱい、子供でね、なんか海連れてったりとかさ、プール連れてったりとか、なんかまあ要はそうエンターテインメントするわけよ、子供がもう暇だとね、喧嘩したりとかさ、壊しちゃったりとかそういうの嫌だから、そのためにエンターテインメントしなきゃいけないから、私はそうやっていろいろ連れてったりとかさしてるんだけど、ふとこう時間があるじゃん、時間がこう合間合間にね、でそういった時に私は何をしてたかというとですね、結局私はそういう時すごいさ、とりあえずなんかもう自分は何も考えたくないし、何も疲れたくもないし、何もしたくないわけよね、頭も使いたくないしね、それで何をさハマってしまったかっていうと、 BTS にハマっちゃったわけBTS に始まっちゃったの、ハマっちゃったの。あのね、言っとくけど、私は今ここで言っちゃうけど、絶対みんな私反論してるとかそういうわけでもないし、
個人的にこの意見を取らないでほしいんだけど、私はアーミーではないからね、アーミーではないんだけど、だけど BTS にハマってしまったの。あのね、言わせてもらっていいですか。彼らをの存在を知った時は結構昔なんだけど、でもそれを見た時に、あ、なんか女の子っぽいなと思ったっけ。っていうのもさ、お化粧してるじゃん、メイクしてるじゃない、メイクしてダンスして歌ってみたいな感じでしょ。だからなんかその韓国のこう、あの、まあ、要はなんていうのかな、こう顔の整った男の子たちが歌えてダンスもできてっていう感じのグループで、でそうなんていうの、キャラクター作るっていうかさ、そのその、まあ、なんていうの、そのそのなんていうのかな、そのグループのその一つのものとして、その化粧したりとか、そういう、まあ、まあそういう文化じゃんか、その韓国って、 K-POP っていう、だそういう感じなんだろうなっていう感じで見てたわけね。だから好きも嫌いもないし、興味もなかったし、どっちかというと男の子が化粧してるんだぐらいっていう感覚だったわけなんだけど、なんかそのさ、こう合間合間の育児で自分は疲れてて休みたいじゃん、だけど何もしたくないじゃん。でだけどなんかちょっとな、自分にエンターテインメントしてくれる、なんかこうただ見て何も考えずに見てハハハって笑えたりとかってなって、でそれで、あとさ、その時期さ、ダイナマイトっていう曲が流行ってたんだよね。でなんかラジオとかで聴いてたっけ、車運転してる時に。で耳には止まってたんだよ、なんかすごいキャッチーな曲だから。だから、耳には止まってたんだけど、誰が歌ってるとか調べたかったんだよ私。である日、ダイナマイトってなんかすごい聞くしキャッチーだし、すげえなんか鼻歌とかでも歌ってたし、誰が歌ってんだろうなと思って調べたら BTS だったね。でそっから曲聴いてたら、すごいやっぱキャッチーだから曲が。でさ、私昔ダンスしてたから、そういった目線で彼らのダンスとかも見てたらすごい面白いんだよ。あのね、一言言わせてもらっていいですか。あの、私こんなに BTS を語れる立場じゃないから、全然あの BTS 大好きなファンの人とかあったら全然尊敬しますし、私なんて全然あの全然関係ないんで、関係ないっていうか何あのそういう目で見ないでください。あの、私はすごい素敵だと思う、あの人だし、ファンだけどアーミーじゃないけど、あのね、言わせてもらいますと、あのね、彼らってさ、歌うもパーフェクトじゃん、歌上手だし、でさ、ダンスもすごいできるわけよ。あんなかっこいい顔してる、美形の背の高くって可愛い顔つきの男の子たちがめっちゃダンスもできるし、歌も歌えるわけね。で、私がそのさ、初めさ、見始めた時に、まあ、ミュージックビデオとかなんだけど、見るとさ、大体結構その一つの曲にいろんなところで歌ってるのとか YouTube とかで見れるじゃんか。例えばそのミュージックビデオを、あとコリアでやった TV、 あの何、その歌番組とかさ、あとは日本に来た時に歌ってたやつとかいろいろあるじゃんか。 YouTube あるといろいろ見れるじゃん。それで見てもさ、なんか燃えてきてるでしょ。あのね、彼らはやっぱりライン作る時とかもうパーフェクトなわけ。そのラインの作り方とかもそうだし、間違える時もあるよ、その場所を間違えちゃってる時とかもあるし、ダンス間違えた時もあるんだけど、でも大体基本的にはそのさ、まあ、めっちゃ練習してるんだろうね。ライン作りする時とか、そのルーティーンとかはあれよ。だけどそのさ、ポジションを移らなきゃいけない時、ザザザ移る、踊る、またザザザ移るってなるじゃない。でもさ、毎回そのとりあえずパーフェクトだもんね。それとかも自分は昔ダンスしててちょっと教えてた時期もあったからわかるけど、ポジションってやっぱりさ、自分はダンスして踊りながらポジションにつかなきゃいけないから結構難しいんだよ。鏡見てるわけじゃないから、そのなんていうの、人の前で歌う時とか人の前で踊る時っていうのは自分の目の前で鏡があるわけじゃないから、正直な話 V っていうこういうさ V のあの形をさ5人組で作ってたとしても、1人が絶対こう内側に入りまくっちゃったりとかあるわけっていうのがこの BTS の場合は結構ないのね。でそれがすごいなんか初め見た時に、うわすっげーと思って、超練習してるんだなと思ったので、それで思ってたらダンスが結構すごいじゃんダンスできるじゃないね。長年あのやっぱりこう練習してきて、子供の時からすごい練習してきてとかいっぱいあると思う。だけどすごいダンスできるじゃん。でそれにプラスさ、これはもう今の時代の話になると思うんだけど、こういう今の時代のアイドルやってることかそうだと思うんだけど、なんかさ、もう自分の個性を出してなんぼじゃない。あの YouTube やっててもそうなんだけど、なんか自分の個性出してなんぼだから、なんか自分のことをどれだけ出して
表現してどういう人間かっていうのをもう表にもさらけ出して、それを加工したりとか、なんていうのかな、別人を偽ったりとかすると結局すぐバレるから、そうじゃなくてももろ自分もどういう人間なんですって出して、どれだけ出すかみたいな、人間もろもろ出して、でどれだけそこを好きになってもらうかっていうね、あるじゃん。であの子たちの場合はなんかもうなんかそれをそう もろ出してるわけ、もろ出してるわけ、ね、で私はどうしてもそれを自分の小さかった頃のアイドルとかと比べちゃうわけでさ、やっぱり自分たちが育った時のアイドルは昔の時代の人だから、昔って言ってもさ20年前とかよ、15年前とかよって感じだけどさ、やっぱりあのぐらいの時代のアイドルっていうのも多分キャラ設定させられてて、事務所の方からね、で例えばこういうこと言っちゃダメだよとか、ああいうこと言っちゃダメとか、ああいう風に振る舞っちゃダメだとかさ、いろいろ多分ルールがあったはずないよ、今の時代と比べると。まあ韓国の場合はもっと厳しいルールがいろいろ他にあると思うんだけど、私が見ている上だとなんか彼らは本当に自分のキャラクターをさらけ出して、なんか自分の性格を知ってもらって、でなんていうのかな、そう、なんかそういうのがすごい見れる、まあ、その人を知れるっていうの、そう、それがまあ多分事務所が上手にやってんだよね、そういうふうにその一人一人の個性をアピールしてるっていうのがなんかすごい見れて、なんかいいなみたいなちょっと待って、これはもしかしたらビデオ走るかもしれない、多分全然つまんない話になってからだと思うんですけど、私はそういったところの魅力がすごくあるなって思います。そう、それでだからさ、結局ね、YouTube で例えばさ、なんか調べるとか言っても、あれよ、要はさ BTS のファンの子たちがもう好きすぎて仕方ないから、みんな彼女たちが自分たちでそういうクリップをまとめてビデオ作ったりとかするのはね、もうそういうとこも超面白いわけ。もうみんなもう好きすぎて仕方ないから、もうおかしくなっちゃってるのねその編集とか見てるの面白いで、それ見ててまた思ったけど、あ、ビデオって編集で何とでもなるんだなと思った。編集で面白くもなればつまらなくもなるし、すっごい、こう真剣なやつになるることもできるし、編集次第ではなく、もう編集の言葉書いてあるそのテロップっていうのとか、あとは流れてる曲とか、あとその効果音とか、効果音だよね、バーンって言ったりとか、ペクンって言ったりとかさ、なんかそういうのの音とか、そういうのでもうなんかもう 見栄え方って全然違うんだなって、私はまたそこで勉強になったんだけど、そう、それでね、私は勉強になったわけですよ。一応私も編集とかもするからさ、そういった目でも見ると面白かったりとかしてね。私はこれだけじゃないよ、その BTS の関して話したいのはこれだけじゃないけど、でも皆さん忘れないでね、私はめっちゃファンでもないね、めっちゃファンでもない、どっちかっていうとなんかそういうちょっとこう暇がある時間にそのミュージックビデオ見たりとか、なんかファンが作ったビデオとか見て笑って面白いなって思ってっていう感じなんだけど、でも結構車の中で聞くのとかは BTS 最近バター聞いてる、聞いてるし、私の好きな人言う、私の好きな人言う、ね、初めはジョングク君が好きだったわけ。っていうのも彼が一番マッチョだから、そのチームの中で。なんだけど聞いたところによると彼が一番その人気で、でしかもさ、私が知ってるのだと彼は背の高い女性が好きらしい私絶対無理じゃん、私姿勢低いから、だからあもうダメじゃんってなったんだけど、私の夢で会ったんだよね、ジョングク君に、ググ君に会ったの。それ私ね、何したと思う、ね、超変な夢だよ、セクシャルとかじゃないから超気持ち悪いよ。でもね、てかこうやって夢見てるわ、私自分も気持ち悪いんだけど、その時すっごいググ君にハマってて、そのミュージックビデオとか見ても全部ググ君を見せるわけ。っていうのもさ、彼がメインのシンガー、3人ぐらいメインシンガーいるんだよね。で彼は結構その中でメインだし、ダンスもすごい踊れるわけよ。一番年下の子なんだけど、私ちなみに10個下です。 OK? 気持ち悪いでしょ。なんだけどさ、ある、ね、時期ね、そのもう彼ばっかり目がいって、で彼は一番ワークアウトとかもしてて鍛えてるんだよ。だからそれで目がいっちゃった。気持ち悪いでしょ。
見てて、ね。ね。私、10個下ね。で、あ、かっこいいし、かわいいし、鍛えてるし、歌も歌えるし、ダンスできる男性はやっぱりちょっと、あの、どんなに、どんな顔でもやっぱりダンスできたらやっぱりそれはあれよ。モテるよ。そう。で、目行くなと思って。で、ちょっと気になるなと思ったわけ。で、あー、グー君が私の推しかなみたいな。って思ってたんだよ。で、そしたら夢出てきたわけ。で、それがなんだかっていうと、グー君がさ、多分キムチをめっちゃ触ったんだよね。キムチかよくわからんけど、コリアン系の食べ物とか作るとさ、結構割と、ほら、コチュジャンと、ね、砂糖と醤油と、み、あ、なに、ニンニクを混ぜてとかって結構そういうペーストを作るんで、まず。で、それと和えるとか、そのね、和えたりとか、混ぜたりとかするのが多いんだけど、多分それ系のペーストを触ったんだよね、グー君が。で、私の夢の中だと、その彼の細い手に、そのペーストがめっちゃついてたわけ。で、私はそれをどうしたかっていうと、それを洗ってあげたわけよ。水で。っていう夢だったの。もうでもさ、それさ起きた時超嬉しくって旦那に言ったんだよね。超惹かれたけど。惹かれたけど。やばくない？やばくないみんな。私これさ、誰もかが見える YouTube で話してて、すっげえ多分、恥ずかしいと思うんだけど、後から多分見たら、でも言っちゃう、面白いから。そう、それでグー君の手洗ったんだよ。で、グー君好きだなって思ったわけ。ね？なんだけどさ、気持ち悪いでしょ。10個下なんだけどね。気持ち悪いんだよ。でさ、かっこいいなし、いいな、好きかなとか思ったわけ。なんだけど、そうそうさ、それで、なんでちょっと慣れちゃったかっていうと、その、彼が背が高い人が好きみたいなのを聞いたわけよ。で、あ、私絶対背低いから、もう、ダメだみたいな。でさ、だけどさ、あとすごい一番人気だから、敵がいっぱいあるから多分無理だなと思ったけ。でもさ、何多分無理ってみたいな。絶対ダメなら無理とかさ。だってさ、私あのね、この間思ったんだけど、こんだけ、例えばよ、私以外にもいっぱいいるじゃんか。ね、BTS 好きな人。もちろんそうじゃん。私なんてとってことないよ。ね、一般人よ。ファンなんて言えるもののあれでもないけど、好きだから、ちょっとキャッチーだから、つって最近聞き始めただけの人だけどさ、私以上に何年も彼らのことを好きでさ、コンサート毎回行っててグッズめっちゃ買っててね、自分の時間さえあればその彼らに時間費やしてる YouTube 見てたりとか、その彼ら系の情報系を見てたりとか、彼らが発信するものを見てたりとかさ、それで自分の時間をすごい費やしてたりとか、そういう風にコンサート行ったりグッズ買ったりとかでお金費やしたりとかするじゃん。だけどさ、最終的にさ、結婚してくれるかしたら結婚してくんねえじゃん。絶対結婚してくんねえし、あと、もしかしたら、本当に、うん百万倍分の1の確率で結婚はできるかもしれん。もしかしたらね。だけど、現実問題難しいと思う。希望持っていいと思う。いいよ。いいけど、多分難しいと思う。ね。だから、だってめっちゃ人気よ。もう、ワールドワイドよ。多分難しいと思う。ね。だから、はっきりは言わないけど、希望持っていいと思うよ。私名前ホープだしね、望みだから。いいと思うけど、多分難しいと思うね。だからさ、それとかよ、考えたら、自分のお金をかけたり、時間をかけても、結局彼らは私の人生の何の責任も負ってくれんし、ね、責任の負ってくれんし、結婚してくれないだろうし、例えばこう、何、一緒に旅行に行ったりとかもしてくれんだろうしって考えたらさ、私はすごいすごい切り離してるわけよ。もう彼らは私の中で娯楽って言ったらあれだけど、本当エンターテインメント、自分が何もしたくなくって、ただ見てて面白くってはーはーとか見てて、なんていうの、ちょっとなんかそのなんかポジティブになれるとかさ、ね、楽しい気持ちになるとか、そういった感覚で見るっていう存在として見る、ね、だけどさ、もうどっぷりファンになっちゃって、お金費やして時間費やしてってなってっていうのも好きだったらいいと思うけど、なんか私はそこのちゃんと線引きが今の時期で、今のこの段階でできたから、なんか
いいなって言ったらあれなのかな、よくわかんないけど、なんかそういう風に思ったこの間。うん、絶対こうやってな、何年も見続けて何年もグッズ買っても結婚してくれないでしょみたいな。だったら私は自分の旦那もいるしいるし、自分の家庭があって、ここのリアリティ、これが私 の, あの今のね、あの起きてることで、私の家族で私の人生だから、ここはここで頑張るね。だけどなんかこう疲れたとかさ、あ、なんか嫌なことあったなとか、なんか落ち込むなとかいう時に見て、はははとか、なんか、あ、楽しいとか、そういう風になれたらそれはそれでいいわけだから、そういった感じで見てるなっていうことよね。でもいいですね、彼ら本当に。あのね、着飾らないところもいいし着飾らないところもいいし、なんかやっぱりさ、多分事務所が上手にやってんだよ。結構常に画面の前にいるわけ。多分あの、なんていうの、私生活をもろ撮ってるわけじゃないんだけど、7人で生活してる、7人で行動してる人が大体結構あのビデオに映ってて、それが結構 YouTube にあの出たりとか、多分彼らの公式のサイトとかにも載ってるんじゃないと思うんだけど、すごい心が綺麗で純粋な感じだし、なんかみんなそれぞれ兄弟みたいな感じだし、なんか、うん、なんか可愛いなって感じ。なんかまあ BTS は素敵よ、素敵だと思う。夢も希望も全部詰まってるし、もっと頑張ってほしいですね。誰、私ほんと誰。あ、それで、まあ、ここを締めくくるんであれば、だからさ、あのジョングク君は背が高くて、その背が高い人がいいって言うから、私は背高くないから、それちょっと萎えちゃって、で、人変えようかなっていうかさ、それでさ、ちょっと萎えちゃって違う人が気になり始めたわけ。私、誰誰、本当やだ、もうマジで。いるよね、こういう人、こういう人いるよね、こういう主婦いるよね、こういう主婦で自分で勝手に悩んでどっちにしようかなみたいなね。でもね、ずるいんだよ、やっぱり BTS をね、しっかりとね、言うわけ。あのファンが大好きで、ファンがいるから自分たちがこうやって、なんていうの、ここまで来れてみたいな、すっごい感謝してるって毎回言うわけね。アイドルの鏡みたいな、アイドルのなんかもう目指すところみたいなことを言うわけよ。だからさ、なんていうの、団結力みたいな、多分すごいんだろうね、その自分と自分のファンとの、あのあれがすごいできてる、ボンドができてるっていう感じで、私の推しはビーグ、テテ君、テテ、今はね今はねテテ君は世界で一番いい男を2020年に選ばれたんだって。すごくない？アジア人の男性がさ、その世界でだよ、そう選ばれたんだって、すごいよね。テレ君は一番声が低いんだけど、すっげーダンスできて、しかももうね、超個性が強くって、超パーソナリティが強くって、あの本当に個人プレイの人なんだけどさ、なんか自分の子供を見てるみたいで、そういった感じだよね。やだね、なんかやっぱそうじゃん、あの主婦ってそういう感じで見るじゃん。そうっすよ、本当。だからもう私、あの学校行くの頑張るからさ、これからあれですよ。だからね、こういう感じで今日は本当に琴音さんに感謝、琴音さんが素敵な一日を私として過ごしてくれて、私たちのエナジーすごい良かったから、会った瞬間からもうずっと喋ってさ、はじめカフェで喋って、喋り倒して喋り倒して、やっぱりヨガやってるからね、彼女ヨガのインストラクターの人だから、ヨガの話して、ヨガの中身の話して、したらやっぱりそういうなんていうかな、なんか宇宙の話になったりとかして、ちょっと私もそういうの話するの好きなんだけど、したりとかして、食べ物の話とかしてさ、やっぱそういう話するのね、私たちは。
で子供の話とかしてみたいな。でちょっとじゃあもうちょっともうそこでさカフェに何どんぐらいいたの、なんだかんだ2時間ぐらいいたんじゃない、2時間1時間半とか2時間とかいたんだよ。で結局私たちはそういう小物を買いに行ったりとか、そういう私はお洋服を買いたかったりとかしたから、ちょっと服とか見に行ったりとかしてみたいな。それも楽しいんだよね、子供がいないとやっぱりじっくり見れるから、やっぱそれはそれ楽しい、楽しい。しかも私さそういう小物とか好き、食器とか好きだし、なんかお家におけるデコレーションとかすごい好きだから、そういうの見たりとかしてすごい楽しかった、すごい充実してました、やっぱそういうの大事ね。毎週とか言わないし、毎月もちょっときついかもしれんけど、やっぱり子供いると。だけど2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかさ、やっぱりそうやってこうバーッと子供の心配を一日中せずさ、こう本当に自分が10代に戻ったみたいな感じで、独身の頃に戻ったみたいな感じで何も心配せずにある日って、お母さん大事と思うよ、これどういうビデオになるのかな、やたら長いやつになっちゃうでしょ。まあいいや、だからさ言ったじゃん、飲み物持ってきて見てねって言ったでしょ。私これも空か、もうちょっと空。そう、そんな感じです。で私は今日久しぶりにインスタグラムをポストしました。見たかった人はぜひ見てない人はぜひ見てください。私のね今日ポストしたのの、スタートな、どういう風に始まるかというとですね、インスタグラムとの付き合い方 by Hope 編っていう感じで、私からの目線のインスタグラムをちょっと書いてみました。っていうのも私インスタグラムをもうやめる気でいたのね、ずっと。なんだけどちょっと距離を置いてみてちょっといろいろ考えてみた。1ヶ月ぐらいだったけど、その間はもうちょくちょくチェックはしてたよ。友達と DM で話してたかもしれないし、あとローカルのお店行きたかったところとかもやっぱり、インスタグラムの方が最新で情報入ってくるから、そういうのでちらほらチェックしてたから、もろかけ離れたわけではないけど、やっぱりマインドからこうさインスタグラムをそぎ取って、であとこう行動的にフィジカル的にもさ、それをオープン開けなかったし、ページをねこう今昔やってたような感じで開けたりとかもしなかったし、本当必要最低限みたいな感じだった、というふうにやってちょっと距離を置いてみた。でそれでちょっとこう考え方と考えついたところみたいなを載せてみました。はい、なのでみんなウェルカムバックって言ってくれてるんですけど、素敵ですね、ありがとうございます。そんなん言ってもらっちゃってすいません、私が勝手にやめたい言い出して、勝手にやめない言い出しただけですけど、本当に大騒ぎですいませんね。そんな感じでございます。今ね11時5分なんですけど、相変わらず外は激しくパーティーしております。明日グデグデなんだろうね。うちはね明日ねあれなわけよ、お隣さんが、お隣さんのベストフレンドが遊びに来るらしいんだ。でその人がそのチャーチ教会の、牧師さんだとね。でそのお隣さんがその彼から、もうベストフレンドはお友達なんだけど、その彼からお家にブレッシングしてもらうみたいな感じで、お家新しいからでやってもらうかって言ってうちにも来たわけよ。でだからそれだったらやってもらうっつって言って、明日それでさ来てくれるので、こう多分ブレッシングだからいいお家になりますようにとか、そうなんていうの、そういうお祈りみたいな、素敵なことが起こりますようにとか、そういうのをクリスチャン式でやってくれるんだと思う。でうちは別にそんな宗教に浸ってる家ではないんだけどね、素敵なことだからさ、それだったらやるって言って明日それを来てくれるんだよ。そうだからそんな感じの明日でございます。だから私の夜はこれでとりあえず締めくくろうかと思います。1本しか飲めなかったけど、こうやってなんかこう1個さ開けてさベラベラ喋ってさ、長いけどね、無駄なこととかも合間も喋ってるからあれだし、
あんまり話のあれ上手じゃないけど私でもこういうのもありと思う YouTube は YouTube はやりたい放題ですからそれがいいよねねうんっていう感じで、今まで見ていただいてありがとうございました。これからも頑張ろうと思います。では皆さん、素敵な夢を見てくださいね。はい、私はもう一本ぐらい今日かな。OK? では、群内で、見ていただいてありがとうございました。またね。See ya!